はいどうも、今回は日本株にお金が集まってくるんじゃないですかねというお話でいきたいと思うんですけど、これについてはですね、世界で、ある資金がどこにお金を入れたらいいかっていうと、今私はですね、日本しかないんじゃないのっていうとこなんですよ。で、理由としましては、日本の企業というものはネームバリューが立ってるものがソニーとか東芝とかね、あと任天堂、まあトヨタとかいっぱいあると思うんですよね。30年前の時価総額ランキングトップ50くらいを見ると、日本企業が上から下までですね、その間30社くらい入ってたんですよ。まあその辺を眺めて、ツイッターかなんかでもね、眺めていただければ出てくると思うんですけど、それくらいですね、日本がかつてめっちゃお金持ってるよねっていう会社があるっていうことは、そこの、まあ、バリューが立ってるというか、まあ、ブランドで言えば、グッチとかエルメスとか、あと、日本人が好きなビトンとかね。まあ、そんな感じです、イメージ的には。で、ビトンとかエルメスが、ここでこう、停滞をしてもですね、そこのバリューっていうのは、名前ですよ。その名前っていうのは、残ってますよね。で、そのイメージと、あとは、信用っていうのは変なんですけど、過去にそんなことをやってるよね、と。で、今はアジアの方でもアフリカもまだ早いし、で、アメリカも S&P 中心に下がってるし、GAFAMと言われるものからも資金がだいぶ抜けてるし、暗号資産の方もですね、資金がだいぶ抜け始めてるってことで、で、ここの資金を抜けたものっていうものは資金がね、止まってるわけですよね。ここの資金がですね、どうも私はこの日本株に向かうしかないんじゃないかなっていうところで、ずっと、まあ、株は毎日、平日、まあ、1時間半ないし2時間半ぐらいは、情報をね、耳から目から入れてるんで、まあ、その辺の情報を拾ってても、そういう流れになるんじゃないのっていうところですね。日本株も暗号資産もドル円もですね、この辺は切ってはいけないと。つまりはその資金、っていう資金の流動性から言うと、もう道の中でですね、こう選択する道の中にあるんですよ、全部ね。で、そういう意味で、全てのその、まあ3つですよね。まあ株にしても、為替にしても、暗号資産にしても切れないよ。まあ不動産とかもそうなんですけど、うん、その辺も切れないんですよ。で、その中で考えるとですね、暗号資産はこれから2年はダメだし、不動産って言っても今だいぶ上がってきてるのが下がり始めてるってことと、あと為替も円安に向かってきてたのがまた円高に戻ってきてるということを考えると、資金が結構ここ集まってて、うん、資金が集まってて、これが日本株に行くんじゃない、相対的に安い日本株に行くんじゃないの、日本の企業に集まってくんじゃないのってとこなんですよ。はい。で、割安なとこからこれからね、どこに入れるのかっていうと、まあ、私はですね、この日本株に、うん、ちょっと前までね否定してたんですよ、うん、S&P500 が下がる、うん、下がり始めてしばらく経ってからも日本株に流れてくるメリットはないんじゃないかなって考えたんだけど、でも資金がある人っていうものは年齢的にも中年から高年の人がほとんどだから、で、その人たちがいきなりそのアジアのね、わけわかんない会社に投資をできるかとか、アフリカのね、まだなんていうのかな、未開の地にね、お金を入れてたりとか、まあ、開発は始まってても、まだ見えないところにお金を入れていくかっていうのは考えにくい。年齢が高くなれば高くなるほど、わけのわかんない行動をしなくなるからっていうね。私もこの年を取って分かってきたんですけど、うん、そういう行動があるからだと思うんですね。うん。っていうことを考えると、やっぱり相対的に考えても、全体的なこう流れを考えてもですね、日本株に資金が流れてくるんじゃないですかね、というところで、まあ思ってます。はい。実際どうなのかわかんないんですけど、ただ、底堅いところはね、非常に見えてるんですね。私も、はかぶれの持ってる、だから一株から買えるね、株で持ってる、東京エレクトロンとかね、キーエンスは、まだ上がってこないんですけど、まあ、東京エレクトロンとか、あとなんだっけな、忘れた。あるんですよ。半導体関連が戻ってきたりっていうのがあるんでね。うん。その辺を見ててもですね、まあ、世界では半導体関連っていうのは売られてきてるんだけど、日本の株は戻ってきてるっていうものを考えるとですね、
うん、ちょっとこう先行してお金が流れてきてんじゃないかななんて思ってしまってます。はい、ってことでですね、まあ、今回は日本株は今からですね、まあ、上がってくんじゃないかなと思ってます。ただですね、短期的中期的に考えると、まあ、ここ3ヶ月半年ぐらいで考えるとまだ底打ってない感はあると思うので、そこに資金を今入れようとしている人たちっていうのはお気をつけてください。仮に資金を入れるんであれば、やっぱり今物価高が来るので来てるのでね、そろそろ給料もね上がってくる時期に来てるんでね、まあその辺を踏まえて資金を入れるんでしたら物価高、うん、物価高っていうところで日用品とかね、あとはまだゴムとか鉄とかね、アルミとか、まあまあそういうね金属とか、とにかくコモディティって言われるものですよね。その辺を意識して、日本企業の株を、しかもそこを売ってる感が出てるね、チャートでそこを売ってる感が出てるもので選んでいくと間違いないんじゃないかなと思いますんで、はい、その辺をご参考にですね、日本株を買われる際は見てみてくださいというところで、今回の動画は終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。